日本の奇跡20連発第1位、世界遺産の山で奇跡の山岳修行。修行に挑むのは真言宗の開祖空海さんを目指すこの男。おはようございます。宿坊澤部、今回はですね、奈良県は天川村というところにやってまいりましたけど、もう結構山奥ですね。今日はですね、はい、まあ、お寺なんですけど、はい、まあ、そのお寺に行くまでが修行というか。なるほど。修行の地は伝統的修験道の聖地、奈良県大峰山。日本古来の山岳信仰と仏教が融合したもの、それが修験道。険しい自然の中で己を鍛え、たくましい人間になることを目指す日本仏教独自の修行法。こんにちは、お参りです。澤部坊と申します。はじめまして、お願いします。どうもお願いいたします。僕はここら辺で根室岡っていう山の大峰山っていうお山を行者さんとかに案内してて、はい、カジと言いますけど、はい、今日案内させてもらいます。カジさん、よろしくお願いいたします、はい、今回その行くとこはやっぱすごい。そうですね、とこなんです、はい、こちらに来てもらったら、はい、あ、今ちょっと曇ってね、見えないんですけど、はい、この正面にあるのがね、はい、今雲で隠れてるんですけど、今日登ってもらう大峰山中、1719m あるんです。澤部坊が目指す大峰山の山頂には世界遺産大峰山寺があり、およそ1300年もの長きにわたり宗派を超え多くの修験者が訪れているのでございます。それでは本日の修行プラン発表です。今日のプランは澤部さんこうなってます。油こぼし金かけ岩西の覗き、いや一つも分かんないわ。大峰山寺への道中には修行を行う行場が3つあり、澤部坊もこれらを乗り越えなければお寺にはたどり着けません。つまり今回はお寺に行くまでが修行なのでございます。これで行けますね。はい、行きます。わかりました。とりあえずじゃあ行きましょう、はい、こんにちは。こんにちは。あれ、皆さんは登らないですか。あかんねん、まだ女やから、女性やから、女性は上がられへんよ。え、あ、そうなんだ。本当だ、書いてある。そうですね、女人禁制。女人禁制、はい、女性がこの前より向こうへ登ることを禁止します。はい、そんなあるんすか。そうですね。そう、大峰山は日本で唯一女人禁制の山。奈良時代から男性のみが行う修行の場であるため、歴史的伝統的に女性の入山が禁じられているのです。それでは参りましょうか、はい、出発します。お願いします、はい、またここで来て、はい、怪我のないように無事登れますように。無事登れますように。すごい、ここがね、修験道の聖地でね。修験道の聖地、はい、はい、え、昔は遠野行者さんとかね、はい、今高野山開かれてる空海さんとかもね、ここで修行した後に最終的には高野山開かれたってことですけど、え、はい、空海さんがその高野山へのだからその途中というか。そうですね、ここを、ま、歩んでたわけですか。空海さんは空海さんに敏感になったような部分もあるんですよ。結局、まあ、身を清めて、まあ、真っ白な気持ちで登るっていう意味もあるんですけど、はい、まあ、どこで亡くなられてもこの死んだ時はやっぱり白装束されるでしょ、はい、上にこの三角の時にかけて、澤部さんがここでもし倒れて亡くなったとしても、あとは木棺桶入れて、で杖を墓標代わりにして、それだけは死ぬの厳しいようですね。いや、俺まだやりたいこといっぱいあるんですよ。山頂まではおよそ3時間。修験道の聖地はそうたやすい道のりではありません。雰囲気のあるとこに、ああ石垣とか、なんだこれ、すげえ。泥辻、泥辻じゃ、はい、茶屋っぽいですね。そうですね、ここはまだ今の人が運営されてますので、ね、あ、そうなんですか、はい、あ、本物じゃないですか。本物ですね。あ、今も戻ってきましたけど。お坊さんですか。そうです。ちなみにどちらから今日は。我々高野山です。あ、出た。高野山の方。
すげえちょっととんでもない兄さんたちになっちゃったよ。高野山をね、あの最終目標としてやらせてもらってるんですよ。ああ、またじゃあお待ちしております。ます。すげえとんでもない。うわ。いつか高野山に行きますので、その時はよろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ますお気をつけて。ありがとうございます。はい、どうもどうも。初めて雲南さんに会った時ぐらい感動しましたよ。ベキさん、ちょっと待ってください。格変入りました。なんかお坊さんですか。あ、お坊さん格変入りました。ちょっととんでもない量のお坊さん。皆さんどちらの。あ、いろいろです。いろいろ、全国から、はい、お疲れ様でございます、はい、すみません、はい、すみません、すっげー。よし、行きましょうか。すっげーだって気の持ちはやっぱ変わってますね。ここからは後半戦、最初の修行ポイントまであと少しです。ホラガイが聞こえる。うわ、すごい。こんないくつものホラガイの音の重なり、すげえ。僕を応援してくれてるんですかね。ありがとう、みんな、ありがとう。すげえ。下手なやついんだね。そしていよいよ最初の難所、油こぼしがお目見え。これが油こぼしです、澤部さん。え、嘘だろ。登るの。ようやくたどり着いた最初の難所、油こぼし。鎖をうまく使い、足場のない岩を登っていかなければなりません。ゆっくりと確実に登っていきましょう。ここを登らないともうたどり着けないですか。上にたどり着けません。ここが行く道。もうそうか、道ないですもんね。はい、行きますね。はい、来てください。油こぼし、はい、前かがみでね、足元確保して、はい、来てください。よし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 、はいはい、もう一頑張りです。よし、はい、行ける行ける。はいはい、これで油こぼしね、3箇所油こぼし、はい、ガジさん、はい、これでも思ったより楽勝でした。楽勝でした、まあ行けましたよ、はい、これでも楽勝のとこもありんですけど、あの上見てください、はい、あれが金掛け岩です。はい、90度の岩をね、登る岩なんで、はい、これも楽勝で頑張ってください。続いて第2の行、金掛け岩。これが、はい、金掛け岩です。これが金掛け岩。これが第二の行場、金掛け岩。およそ20メートルの岩を己の手足と鎖のみで登る荒行。命綱はなし。足を踏み外せば命に関わる危険な行場。では行きます。はい、あの 4.6、3.5 グラム、はい、はい、風が強いんで、こっち来てください。はい、はい、ほんと僕続いて、あ、もう続いて、はい、岩もちょっとこう、ツルツルしてるでしょ。はいはい、すげえ怖いわ、ちょっともう、はい、もうあんまりダメです、高いの、ちょっとくぼんだとこう、こういう感じでね、怖、はい、手がちょっと滑ります。カメラさんも登ったんだ、怖、はい、はい、いやー、そうです、そうです、はい、それを怖い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 、ゆっくりでいけ、ここまで持ってきて、はい、そうです、怖い、でこれが右手で持ってもらって、はい、風強いってね、右足ここ、はい、で左足ここね、はい、はい、はい、そう、あ、もう行く、はい、右足ここで、右を支える感じで、はい、で左足今度ここです、はい、もう行った、はい、抜けたかな、上のチャイルいはい、いや、これ、うわー、来たー、はい、金掛け岩制覇です。金掛け岩制覇。はい。怖かった。うわー。すげえ。これは怖かった。やっぱり上から見ると余計ね、あれが登山口。え？スタートしてるんですか、あれが。そうですそうです。向こう側がトロガーの街並みですね。三次財菩薩行事安宮。覚えてるんだ。三次昇天堂。Like, it's so
それでは最後の修行、西の覗きへ参りましょう。こっちまで来てください。はい、ここに、ね、あ、西の覗き、はい、書いてありますね、しっかりと。あれに書かれてた最終ポイントですね。はい、ここが、はい、はい、なんか、ここで何があるんですか。いや、これからそれを説明しますので、はい、はい、僕の意向をついてきてください。ここでね、澤部さんの方にリュックサックかけるようにロープを、はい、はい、なんか怖い。ちょっと何、何これはやばいよ。ちょっと待ってですね、こうしてもらって、はい、ちょっと何、ちょっと待って、何、このくぼんだところからね、え、身を乗り出してもらって、いやいやいや、え、うわー、ここで今までのあの澤部さん自身のね、悪行を、悪い心を捨ててもらって、怖い、ちょっと待って、また新たに社会貢献できるような人間になってもらう。怖っ、はい、え、何か怖い。日本三大荒行の一つ、西の覗き。高さ数百メートルの断崖絶壁から身を乗り出す捨て身の荒行、命綱は一本のロープのみ。大峰さんに悪行を懺悔し、新しい自分に生まれ変わるのです。よし、やりましょう。はい、頑張ってください。さあ、澤部さん、はい、はい、滑ってください。はい、うわ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待って、強いな、お兄さん、力が今ここで初めて、石の覗きで初めて会ったのに力が強いな大丈夫ですね、ちょっと待ってください、澤部の自分の目、うわ、高っ、高いですよ、うわ、やばい、ちょっと待って、うわ、うわ、ちょっと待って、怖い、うわ、この下の奥の方が祀ってますんでね、ちょっと待って、うわ、ちょっと待って、落ちる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 、手を見として、手を見として落ちる落ちる、怖いよ、そんなことだなと、曲でごまかそうとしてるから、ごまかそうとしてるから、はい、澤部さん、今までのことをね、大事にして、悔い改めて、新しい澤部さん、生まれ変わってください、わかりました。落ちる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 。はい、それもおかしいよね。あー、ちょっと待って、わかった、はい、あー、あー、あー、そんなボケもそこの花の、はい、足から下りて、素晴らしい修行です。生まれ変わりました。なんか生まれ変わった気がします。ます、もう DV もほかしてくださいよ。DVD も、はい、はい、捨てます、歌ってください。見事3つの行を乗り越え、やってきたのは、はい、着きました、大峰山寺到着。標高1719メートルの世界遺産大峰山寺。遠野行者がこの山を開いた奈良時代から脈々と受け継がれる山岳信仰の聖地。本堂が開かれている9月23日までは毎日のように参拝客が訪れます。たどり着いたものには朱印や焼き印といったありがたい大峰山のご加護がいただけます。澤部坊もこれでまた一つレベルアップしたことでしょう。これからさらに宿坊澤部、頑張って修行に励んでいきたいと思います。空海になる日もそう遠くはないんでしょうか。さよなら。